はい、どうも。2017年12月の11日23時4分です。酔っ払いです。ワード2酔っ払ってます。よろしくお願いします。酔っ払い。 KP、 これ飲んだら寝るから。俺これ飲んだら寝るから。あ、ハンションさん、ワード2。3杯も飲むと思わなかったな。いや、まだ食べてない。まだ食べてない。今日は飲み配信珍しいですよ、こんな酔っ払ってんの。こんな酔っ払ってるのそうそうないっすね。多分2年ぶりぐらいとかじゃん。のんちゃんも酔っ払ってます。のんちゃんも飲めないのに飲んでるんで。ハージョさん、ありがとうございますね、本当に。わあ、負ける。負ける。パフェを。マキル見てる。マキル、枠が始まってまだ1分。マキル、1分。パフェありが やるでしょ それやるでしょ。いや、ファンサービスだから、これは。閲覧減ったわ。これやるでしょ。愛のささやきでしょ。やっぱ究極の愛の形が俺はキスだと思ってるから。そう、本当はね、マキルに会いに行って抱きしめてあげたいところなんだけど。おお、ブリーいらっしゃい。通知で来た人ががっつり減ったな。もろ刃の剣。いや、そういうもんだよ。結局、アイテムをもらえる配信者は閲覧が取れないっていう。俺もだから、ホスト系配信者に今生まれ変わったんだよ。囲われる配信者とかは、ね、閲覧が伸びない。アイテム上がる配信者は、閲覧が伸びない。要は、閲覧がある配信っていうのは貧乏人の、ね、結局、やじ馬だらけの放送っていうことでしょ。俺はもう高級ホストになったから。乗客しか来れない。あ、敷居の高い店なんだっていう空気。絶対的な。そういう、なんかこう、あ、銀座のクラブ みたいな。敷居が高い。そういう感じ出していこう。みんなで。そういう感じね。老舗的なね。300年やってますっていう。そういう。16代目和道です。どうも。先代からこうやってますみたいな、そういう感じでいこう。16代目和道として。やっぱね、日本人はその歴史とかね、権威とかに弱いから、ちょっとこの放送一味違うなっていう雰囲気出さないと、やっぱり。ホストクラブ和道っていうか、まあもう本当に16代目和道。先代は厳しかった。先代は頑固だった。本当に。 先代は本当にすごかったっていう、この代、次の代に行かないといけない。そうして、代々やってますと。はい、こんばんは。解放。お疲れ。そう、
ホストの家系。酔ってますよ、珍しく酔ってますよ。たくみさん、コメントなんで書いてくんないの最近。たくみさん、ワド2じゃないでしょ。ワド2でしょ。全然コメント書かないじゃない。どうしたの、たくみさん。飽きたの。もうたくみさん3年目ぐらい。ワド2。がっつり絡んでこうよ。ああ、なんや、いらっしゃい、ワトツ。その、ほとばしる、サムネイルを設定しない、その、ほとばしる、捨てアカ感でワトツ、いいね。サムネイル、やろう。その、捨てアカ感は、傷つくから、意外と、なんやちゃん。あからさまな、捨てアカ、サブアカですらない、サブアカぐらいな感じで、ワド2って昔から見てる予感出されても困るから、こっちも。もっと、いや、ワドをメインだぜっていう感じ出してこう、なやちゃん。もっと、ね？もっと、かっこいいサムネイル設定して、ワドを見てるよっていう感じ出していかないと。何、その、サムネイルも設定しない雑な感じ。傷つくでしょ、そんな。メイクしてない感じがすごいなるでしょ。バーボン買ってきて、佐々木さんどうも。一緒に飲もう。傷つくでしょ。2番手、3番手が出てくるでしょ、感じが。と、ワド大好きだよっていう、アピっていかないと。ワドが、嘘でもいいから、ワド一番だよって言わないと失礼でしょ。いや、よっさいやってねえから、みたいな。いや、ドルさん今やってねえし、みたいな。いや、便所さん今やってないし、みたいな。そういうノリで来られると、こっちも、はいはい、みたいな感じになるから。あ、サムネイル変えましたね。ともちゃんワドツ。もっとグイグイ来てほしいのね。ワド大好き感を。愛してる。な、愛すれば愛するほど、愛し返すから。サムネイルこれっすね、新しいの。これが新しいサムネイルですね。そうでしょ。俺もリスナーを本気で愛していくんだから、リスナーも配信者を愛していかないと、こう、釣り合わないから。もっと、ダガさんいらっしゃい。久しぶり。もっと、ラブラブしたいの、俺は、リスナーさんと。もっと愛し合いたい。メイクラブ。アバンチュール。もっと深い関係になりたいね。これ、僕、チェ・ゲバラみたいなサムネが好きで。なんかこう、好きなんですよ。写真をこういう風にするのが。僕が中学生の時、もう今でもあの世に持っていきたいアルバムっていうのがこれなんですよ。パンクっていうジャンルがあって、モヒカンにしてて、中学生の頃とか、17歳ぐらいずっと本剃りのモヒカンで、これ、ランショのジャケット、アルバム、ランショっていうパンクバンドのジャケット、アンドアウトカムジュウルブスっていう、俺はこれを追っかけてるんですよ、常に。俺の最高にかっこいいはこれなんですよ。この一枚の、
階段に座ってるパンクスが僕の完成形なんですよ。こいつを追っかけてるんですよ、僕は。こいつ、この、何かを、こいつが理想形なんですよ、僕の。最高にかっこいいのがこいつなんですよ。この誰だかわからないこいつ。多分ティム・アームストロングなんだけど、ティムが好きとかじゃなくて、このジャケットから伝わってくる何かが好きなんですよ。こういう男に僕はなりたいです。こういう男に。タトゥー入れてないけど。ランシュロのアンドアウトカムジュブルブス。これは僕が作ったわけじゃなくて、これを模してずっと作っててこんな感じですね。これを追っかけ続けてますね、僕は。これはこの画像、自分の画像は自分で作りましたね。もう4年ぐらいかかりましたね、ここまで来るのに。なんかパンクってかっこいいんですよ。なんかこうパンクってすごいかっこいい。なんかこう17歳の頃の自分にすごく響いて、なんかこう良かったんですよね、パンクスって。パンクはかっこいいな。なんか荒野とかパンクスですって言ってるけど、俺はなんか違うと思ってんだよな。荒野は、荒野はパンクじゃない、ニューエイジなんだ。全然パンクスじゃない。なんかいいんだよな、パンクって。なんでいいんだろう、パンクはかっこいいんだよな。チェ・ゲバラとかどんな人生だったんだろうな。なんか羨ましいよな、そういうなんかその革命とかさ、命をかけてやるみたいな、羨ましいよな。なんかこう生きてんだか死んでんだか分かんない平和のさ、平和はすごくいいよ、平和はすごくいい。だけどそのなんつうんだろう、羨ましいな。なんかこういいな、いいな、羨ましいな、ゲバラ羨ましい、革命したいな。なんかね、革命したいな、したくない、革命。そういうところないよ俺ら。革命はいいぞ、革命がしたいな。でしょ、そうじゃないの、革命がしたいよ。壁に穴開けてじゃねえよ、住んで2日目で壁に穴開けてんのぞ。びっくりだよ本当に。ああ革命したい。何かに命をかけて戦う男になりたい。おはようございます。風船ありがとうございます。結構だね。
こっちが、今、うんとね、こっちがシャカ。シャカ？こっちがペコ。こっちがペコで、こっちにいんの、ここにいんの、見切れてんのがシャカだね。負担が激しい国に行かないと無理。南米、アフリカ、中東、世界で一番平和な安全、安全な国では到底かなわない。そうだな。本当に世界で一番平和な国、日本だな。すごいよ、本当に。日本はすごい。だからこの激動の時代っていうかさ、なんつうか、こう、侍ってすごかったんだろうね、多分ね。わかんないけど、美化してるだけかもしんないけど、その、お国を守りたいとかさ、一旗あげたいとか、いろんな、もう、すごかったんだよ、それは。うん。あ、おやすみなさい。ありがとう、花蝶さん。また明日よろしくお願いします。おやすみなさい。まあ、最近長めだね。結構今月のテーマは長めに、200時間超える勢いでやるっていうのが、今月の俺のテーマかな。まあでもね、難しいんだよ。長くやればいいってもんじゃなくて、質も、質がね、一番大事なんだよね。いや、本当に、すごいよ。俺は神風特攻隊の話聞いたんだけど、ジョナさん。俺よりも若いさ、人が、俺、靖国神社の入宿館3回ぐらい行くんだけど、もうね、たまんないけど、行ったことあります？ジョナさん。入宿館、靖国神社の。あれはね、日本人だったら本当に1回は行くべきだと思う。もう19歳とかの手紙が、もう明らかに知的レベルも高いし、なんつうんだろう、もう平和ボケしてるんだよ。まあ、俺も含めて。もちろん。俺のことは棚にあげないで。要は、命がけで作った平和なんだよね。先人が。すごいことだよね。本当に。俺は別に右翼ではないけど、右翼ではないけど、毎年行ってるんだ。あ、靖国神社。いや、本当にね、靖国神社を、ね、なんか右翼のその施設だっていうのは違うんだよ。それは偏見なの。本当に、あそこは日本人なら行くべき施設なんだよ。そう、靖国神社が持ってる思想とかは別にして。いや、本当に一回、若い人に限らず日本人ならって思うの。本当に。あれは右翼の施設じゃないんだよ。まあまあ、ちょっとね、入り口入ってね、日本刀かっこいいんだよな、元帥のな。ちょっとそういうところは右翼なんだけど、かっこいいんだよ、日本刀って。元帥が切っ下げてる黄金の、ああいうのは、でもさ、それそうだよね。元帥、要は大将なわけじゃん。国のトップの全指揮権を持ってる人の刀が飾ってあんの、入り口に金ピカの。もうそれがね、かっこいいんだよな。うん。その昔は平和ボケではなく本格的じゃないんだよ。もっと俺は本当のこと言いたいよ、殺されても。これ言うと俺は CIA とか FBI に暗殺されるんだよ、モサドとか。でも俺は今日言おうと思うんだけど、ユダヤ資本と戦ったんだよ、本当は。うん。あの頃、日本が何と戦ってたかっていうのをもう忘れ去られてんだよ、ドレさんじゃねえけど。ドレさんじゃねえけど、ね、俺は右翼じゃねえよ。どちらかっていうと左翼だよ。どちらかっていうと。どちらかっていうと左翼だけれども、日本人が何と戦ってたのか、ヒトラーが何と戦ってたのかもう忘れ去られてるんだよ。なあ、ヤバゾーなあ。そうだろ？ヤバゾーは知ってるだろ？日本があそこで戦う。だから知らないでしょ、みんな。イスラム教の人たちとか。ね、あそこら辺に住んでる人、日本の、ね、明治レボリューションすごいと。第二次世界大戦すごいって本気で教えられてんだよ。インドとかでも。アメリカとか世界を敵に回して何と戦ってたかなんだよ。まあそれは日本がさ、統治していったっていうさ、その、部分もあるかもしれないけど、そういう時代だったんだよ。うん。まあ負けたけどな。そう、金融資本とか、そのユダヤ資本とか、だから、その、俺らは、その、見えないさ、もう、本当の支配階級に、取られたんだよ、国を。本当に。
何度も繰り返すけど、俺はどちらかっていうと、経済政策とかリベラルの方だけど、でもね、さすがに日本人として日本人が自信を持てなくなってて、俺らの肌見ろよってどう見たってイエローなんだよ。アメリカ行けよ。思いっきり差別されるぞ。白人じゃねえんだよ。白人だと思い込まされてんの。もうアメリカ行ってから嫌っていうほどイエローだと思うよ。俺ら無意識に白人だと思ってんだよ。グローバル社会って言った時アメリカしか連想してねえんだよ。アフリカもグローバルだし、インドだってグローバルだし、中国だってグローバルなんだよ。グローバルなんか幻想なんだよ、本当に。白人の時代を終わらせる国だって言われてたからな、当時。いや、そうでしょ。こんな小さい島国でさ、こんだけしか人口いなくてさ、世界に喧嘩売ったんだぜ、当時の。ねえ、バルチック艦隊破るとか、イギリスね、真っ向から戦うとか、狂ってたよ。あ、お疲れ、あやちゃん、お帰り。あ、メガホンありがとうね。ごめん、酔っ払ってるからね。メガホンありがとう、あやちゃん。そう。日本人だっていうことに誇り持てなくなってるのは事実なんだよ。国に愛国心がないって、愛国心イコール左翼じゃないんだよ。本当に。自分の国が誇れないってやばいぞ。俺は日本好きだけどね、日本、なんつうんだろう、日本に悪いところもいっぱいあるけど、日本人ってすごいんだぜ。ほんと、今の日本人がすごいわけじゃないけどね。いや、飲もう。4杯目いく？ 3 杯目終わる？ 4 杯目いく？コーヒーは差し上げられないのでしょうか？え、俺にコーヒーくれんの？送って送って、あやさん。いや、俺は、いつも言ってるんだけど、誤解を受けてんの。実はね、結構ニコ生の頃、よく語ってたんだよ、政治とか。でも、俺は右翼の人にも左翼の人にも好かれる変なやつだったの。そう。なんでかっていうと、俺はどちらかっていうと、歴史観とか保守寄りの考え方をするの。で、経済政策とかリベラルなの、完全に。アイテム、コーヒー。あ、14日からですね。14日にやるんで、アイテム保存しといてください。そう、俺はだから国家社会主義って言うんだけど、俺の考え方は完全にヒトラーと同じ考え方なの。そう、極左でもあって極右でもあるのよ。そう、だから右翼の人にも左翼の人にもすごく可愛がってもらってんの。左翼っつってもマルクス経済とかダメだと思ってるよ。共産主義は理想論だと思ってるから、あれは。でも、もっと好きになっていいんじゃないのって思うよ、日本は。日本のことを。日本人が。もっと、伸び伸びと働いていいんじゃないのっていう。もっと自由になっていいんじゃないのっていう。俺はそう思うね。仕事休んじゃった？まあそんな日もあるよ。まあそんな日もあるよ。なんかもう働くことが悪いことみたいな風潮とかももう嫌だもん、俺。働くことはいいことでしょ。なんか罰ゲームみたいに働けっていうのは間違ってるよ。早く働きてえって子供に思わせてかっこいい大人でしょ？昔なんか昭和ってそういう雰囲気あったよ。もう一杯飲む？どう？付き合う？みんな。みんな付き合ってくれんの？もう終わりにしようと思ってんだけど。これ飲んだら終わりにしようと思ってた。忘年会が落ち着き始めてくれたの？いやいや、マジそうだよ。貢ぐだけの人でしょ。いや、本来の仕事ってミッションなんだよ。飲んでいいの？付き合ってくれんの？なやさん。本来は使える。だからね、その語源も分かんなくなったんだよ。ああ、そっかそっか、あやちゃん。応援してるよ。
シングルマザー大変。俺の母ちゃんも苦労したけど、こんなバカ息子が生まれちゃってさ。俺の母ちゃんも苦労したけど、頑張ってよ。頑張って。あやちゃんがやってるすべてのことを息子の糧になるから。シングルマザーめっちゃ大変だけど、頑張って、ほんと。子供を育てるっていうのは何よりも尊い仕事だからね、ほんとに。いや、俺は女の人に勝てないと思ってるから。子育て頑張れ。その子が未来だよ。日本だよ。日本そのものだよ。大変だけど頑張って。ケビー。命を育てて産むことができるのは女の人だからね。そう。だからね、女性が働く社会進出がいいことなんか言ってる時点でバカにされてんだからね。女性の何よりも大切なのはさ、俺は命を産んで命を育むことだと思うよ。仕事なんか男がやればいいんだよ。いや、かっこいいでしょ。かっこいいでしょ。うちは母子家庭の家系なんだよ。ばあちゃんもシングルマザーで、子供3人育てて。俺の母親も母子家庭だから、母子家庭の家系なんだよ。二十歳超えたら楽になるよ。いやね、GHQ が自虐思想とかもそうなんだけど、でもね、それをバネにしないといけなかったんだよ。だから、変えなかったのは日本人でもあるんだよ。骨抜きにされたけど、生き返らなかったのも日本人だと思うよ。実際骨抜きにされたわけじゃん。だけど、それは事実として俺あると思うんだよ。GHQ の、ね。オーギルトインフォメーションプログラムとはあると思うけど、放置したのもまた日本人だっていうのが俺はスタートラインだと思うの、ヤバぞ。要はぬるま湯に、ね、ぬるま湯っつうか目背けてたのも日本人だと思うよ。俺らに自分で自分の国を作るっていう能力がなくなったらダメなんだよ。そう思わない？骨抜きされたのも事実だけど、70年間ね、そのぬるま湯に浸かったのも日本人だっていうのがスタートラインにしないと変えようと思わないよ、多分。だからもう教科書も変えるべきなんだよ。まずは教科書から。あんな教科書、俺が教わった教科書で変えようと思うわけねえじゃん。あんな嘘ばっかり、嘘ばっかりじゃないよな。重要なこと全部抜かれてんだから。教えなきゃいけないこと教えてねえんだから。そう思わない？教科書読んで。戦後の日本人のだから底力でしょ。あれは。地頭の良さでしょ。だから俺は、ドルさんと今朝話したんだけど、江戸時代の日本の生活水準はものすごく高かった。徳川家康が江戸に来てまず何やった？あんなにでかい利根川を変えたんだよ。徳川家康が何やったって、何にもなかった関東平野をさ、川一本、防衛線も張れる、水路も引ける、インフラ事業をやったわけじゃん。もう天才だよ、徳川家康とか。で、その名残で今東京があるんだよ。日本で一番のね、不毛の土地だって言われてたのを農業国に変えたわけじゃん、江戸を。天才だよ、本当に。戦後復興もだから地頭の良さがあったんだよ。そう、皇居の方、要は江戸城だよね。そう、江戸城と、利根川をガーって変えたんだよ。利根川の今の位置と違うんだよ。調べてごらん。
まあみんな知ってるよな、俺より頭いいんだから。うん。あ、筆記体教えないんだ。俺筆記体書けないんだよな。俺英語ダメだよ。うん。いや、もっともっとそういうね、側の問題じゃない、根本の問題なんだよ。あのね、道徳って宗教なんだよ。道徳を宗教なの。でも道徳ももうやってないでしょ、多分。俺の頃はやってたけど。だから、寺子屋とかも飛び級制度だったしさ、ね。微分、積分も世界で一番最初に未完成ながらも使ってたのは日本人だし、為替も日本人がやってたし。日教組のせいで。いや、だから俺は教育、まさにそうよ。やばぞ。まず教育変えないと無理だと思ってる、この国は。完全に教科書から変えるべきだと思うの。絶対そう。日教組のせいとかじゃなくて、もう教科書変えるんだよ。うん。いや、だから、右向き右なんて俺本当に、クソくらいだと思うよ、あんなの。うん。道徳イコール宗教だよ。いや、もうだから無理よ。完全に支配が終わったんだよ。うん、完全なアメリカの州に変わったんだよ、日本は。だけど、俺はね、韓国人を叩くのが右翼だと思わないの。わかる？本当の右翼にもっと頑張ってほしいのよ。韓国人叩くのが右翼になってるでしょ、今。どう思う？やばぞ。どう思う？韓国人に悪口を言うのが右翼になってるの。わかる？それが今の日本のレベルなんだって。わかる？わかる？韓国人を叩くのが右翼なんだよ。ねえ、それが今の日本のレベルだよ。そう、ヘイトスピーチとか。うん。俺は違うと思うよ、もう。もっと根本的な問題でしょ？うん。いや、マジで、思うよ、本当に。弱い者いじめしてた国民か、俺ら。もうだから誇りも思想も全部捨てちゃったんでしょ。そんな弱い者いじめやるのが日本人だったかって本当に思うよ。本当にどう思う？弱い者いじめしない国民だと思ってたけどね。ノルさん大丈夫よ。大丈夫大丈夫。お。米本位制の国なんて世界中にないよ。俺は知ってるんだよ。いつも金じゃねえって。冷静に考えてみて。世界中のね、世界中にいくつも国がある。いくつも滅んで、いくつもあるでしょ？この国2000年続いてて、江戸時代の頃何やってたって。お米本位制だよ。今、ね、金本位制っていう金を担保にしてお金が変わって、自由に貨幣、要は金本位制に変わったんだけど。いや、価値本位制。うん。いや、もう9割ビジネスだよ、実際は。そうだよ。うん。そう。いや、そうだよ。本当の上やからアメリカに突っ込むんだよ。その通りだよ。よく言った。その通りだよ。うん。本当の上やからは韓国に行くんじゃないんだよ。朝鮮総連に行くんじゃないんだよ。アメリカ大使館に行くのが右翼だと思うよ。いや、そうでしょ。いや、すごいいいこと言った。そう。うん。まあまあ、それは置いといて、ね。お米の
取れ高が国力だっつって、お米がお金よりも価値のある国ってどれだけ豊かな思想だと思う？なんで米が本位制、要は米がお金の代わりになってたか、米で全てかかってたの。お米ってすごくて何かっていうと、土地がね、どれくらい豊か、一石っていうのは1年間人が食えていけるお米を生産できるのを一石っていうのね。みんな知ってると思うけど、あえて言わせて。付き合ってくれ。もうみんな知ってるよ、ワードバカって。バカにしないで。わからない人が一人でもいたら役に立つから。一石っていうの、1万石とか言うでしょ。一石っていうのは人一人がね、1年間飯食える米の量。要は人の命なの。ね。100万石って言ったら100万人の国ができる。ね。要は、米が取れるって何かで、国民に仕事を与えられる。ね。土地が栄えるって全部つながってるんだよ。全部つながってるの。いや、教育無償化俺は賛成だよ。俺は賛成。いや、別にいいよ。コメントバンバン書いてほしい、俺は。コメントを書かないっていうのは失礼だと思ってほしい、逆に。コメントバンバン書いてほしい。で、米とか食物って、どれくらい大事かってことなのよ。すごいことだと思わない？仕事と命と、ね、全部リンクさせてんのよ、国の力と。だから殿様は獄を増やそうと思うわけでしょ。それって、その本質的じゃない？本質的じゃない？すごく。すごくない？俺はすごいと思うよ。米で国力を測ろう、食い物で測ろうって。今で言うところの食料自給率だけでやり取りしてたんでしょ。俺は日本の江戸時代までは完成された社会主義だと思うよ、本当に。その全人類成し得なかった。多分ね、幸せだったんだよ。階級社会で良かったんだよ。アメリカと一緒にするなって。お前らは略奪して国を生んで戦争やって国を作ったんだから、俺がって言って作ったから民主主義しかなかったんだよ。俺らは歴史があるんだよ。農民として生まれて、農民で幸せだったの。武士で幸せだったの。これ差別階級じゃないと思うよ、俺。そう思わない？そう教わってるけど。そう。特権階級が武士ではないと思うよ。その代わり侍は戦争になったら戦で命張るんだから。だから、でかい顔できたわけでしょ。だから、ちゃんと役割ができてたの。そう。農民は農民としての幸せがあって、武士には武士としてリスクと幸せがあって、商人には商人って。俺はこれすごいと思うけどね。そう。差別と偏見じゃないんだよ。差別じゃないの、これは。坂本龍馬のせい。いや、まあ、だから時代だよな。まあ、坂本龍馬のせい。いや、俺は、どうなんだろうな。だから時代って面白いよな。でもね、俺ね、とはいえ、なるようになってると思うの。悲しいことになるようになってると思うんだよ。だってさ、黒船が来てさ、ね、開国しろっつって戦争を仕掛けられてさ、降伏してさ、っつって。まあ、だから歴史って面白いよな。歴史って面白いな。面白いな。しかもほら、その薩摩の人間とか関ヶ原の恨みでしょ、要は。でしょ？薩長同盟って言うけどさ、300年間たまった恨みでしょ？2、300年たまった恨みでしょ？関ヶ原の恨みでさ、すごい、のんちゃん元気だよ。だから学生運動は、だから、最後のチャンスだったんだろうね。
だ、学生運動の頃生まれたかったよ、俺。バリバリヘルメットかぶって火炎瓶投げたかったよな。あの時の多分学生楽しかったと思うよ。でも俺はだからホリエモンが叩かれる国だっていうのが今の国なんだよ。日本なんだよ。ホリエモンはジョブズぐらいのスペックあったと思うよ。ホリエさんを叩いて才能を潰す国なんだよ。でしょ？スティーブ・ジョブズと同じビジョンを持ってた世界的に稀有な存在なわけじゃん。ああいう人を潰す国なんだよ。いや、フジテレビじゃないと思う。俺は選挙だと思う。フジテレビとか野球買収まではそこまでだよ。生意気だなっつって、財界の人には嫌われたけど、とどめは俺は選挙だと思ってる。一番失敗したのは。要は虎の尾を踏んだのはあそこでしょ、完全に。だからホリエモンを刑務所に入れる国なんだよ。酔いが覚めてきたよ。ルサルクさんいらっしゃい。放送利権は特権やで、ね。そうそうそう。もちろん。だけど、買えなかったから結局、あ、でもまあ、反感は買ったよね。だからコンボ。最後の虎の尾を踏んだのは俺は政治だと思ってる。亀静香に負けたね。それは負けるっしょ。それは負けるっしょ。いや、違う。ホリエモンのやり方。あれは何をやってたかっていうと、売名をやってたの。要は、正しかったんだよ。生き急いでたから、あの人は。要は、一番コストが安くて、ライブドアっていう名前を売る方法を考えてたの。あれ、本気で、あの人頭いいから政治家になろうとはしてないよ。ライブドアの名前を売ろうっていうゲームをやってたの。CEO としての役割だったんだよ、それが。まあ、オウム真理教はまた別。あれは、まあ、オウム真理教、麻原彰晃が、暴走したのは選挙。だから選挙に出るっていうことはそういうことなんだよな。俺たまに飲むけど、今日煽られて飲んじゃったんだよ。そう、そそ、クレームはそそに言って。そそが全責任持ってくれるから。そそが飲めっつったから。そそから飲めっつ言われたら断れねえんだから。責任は、今日の枠の責任はそそが取ってくれる。あ、そうなんだ。堀江さんって亀静香リスペクトしてたんだ。へえ。まあ、じゃあ思い出になったのな。その点、孫さんは日本的な。いや、だから楽天の三木谷さんとか孫さんは頭いいと思うよ。頭いいと思う。いや、孫さんモンスターでしょ。いや、でも、すごい複雑だよね。だから、その在日の人でしょ。だから、それを変えてくれたのは在日の人じゃん。そう。日本人で松下幸之助とか、本田宗一郎とかさ、稲盛和夫って代々来たけど、今の時代、孫さんが取るんだよ。面白いよ。本当に。日本人が取らなかったんだ。孫さんが取ったんだ。まさに、象徴してると思うよ。え？誰出す？あ、そそって俺のリスナーさん。そそ。いってらっしゃい。これはだけどね、なんかね、メンヘラの子たちとかで居場所がなくて依存する子たちが、オウム真理教、今の時代残ってたらがっつり入ってたと思うよ。若い子で。なんか社会に居場所がなくて。ガラパゴス。俺はだけどね、日本はイノベーション作りまくってると思うんだよね。まあ一説によるとビットコインの設計したの日本人だとか、YouTube が世界取ったけど、ウィニーっていうさ、動画だけじゃなくて何でも添付できるコストのかからないサービス作ったりさ、ニコニコ生放送なんて生放送の先駆けだったりするし、アイモードだって素晴らしかったし、イノベーションがないっていうのは嘘なんだよ。メンヘラの塊でしょ。
だから俺はエヴァンゲリオンが流行ったのとオウム真理教が流行ったのは全く一緒だと思ってるよ。俺だから断言できるもん。俺多分ね、今、俺が生きてる間に麻原生きてて普通に経営してたら、俺多分オウム入ってたよ。俺は断言できる。オウムがサリンまかなくて、その座禅教室やってたら、俺は魅力的に感じちゃってたと思うよ。それは正直なところ。社会に居場所がなくて。いや、だからね、要は、西洋人の、ユダヤ人の賢さよ。俺は、そのユダヤ人の賢さ。だって今回ほら、ISIS の問題だってさ、また、イスラエルでやってるじゃん。あれ武器売りたいからでしょ？ ユダヤ人の頭の良さよ。資本全部牛耳ってんだもん。だからヒトラーがユダヤ人と戦ってたっていうのを、ヒトラーを悪者にするだけじゃなくて、もっと研究しないとダメだと思うよ。ヒトラーと日本が何と戦ってたのか、ね、もう、無理でしょ。ユダヤ人をディスってるわけじゃなくて、もっとユダヤっていうものを理解しないとダメだと思うよ。もっと、その、一般の人も、もっともっと経済のからくりとか、そう、勉強しないといけないし。だって今のさ、生活法律全般におけることだね。税金の納め方、ビットコインの税収の仕組み。だって俺気づいちゃったもん。なんでこうやってポイントサイトが流行ってるのって、税金全部頭のいいやつが脱税できる仕組みなんだもん。どんどん吸い取られるぞ。バカだと。どんどん利用されるぞ。もうほんと賢いやつだけ上に行けるっていう仕組みなんだから。どんどん食い殺されるよ。これからもう本当にスラム社会になると思うよ。治安の悪いところで。強盗略奪殺人が横行して、一部の頭のいいやつがどん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 その六本木ヒルズみたいなところに住んで、すごい国になると思うよ。本当にヒトラーはこうなることを知ってたんだ。知ってたでしょ。っていうかあれだよ、何千年も前からずっとこの状態なんだよ。 本当に。だから世界のトップの人たちが、で、財閥の人たちが全部ユダヤ資本入ってんだもん。もう見えなくなって都市伝説化しちゃってるじゃん。だってさ、冷静に考えてよ。世界の半分の富をさ、たった7人が牛耳ってるんだよ。その世界すごいよ。世界の半分の富のを7人が牛耳ってる状態を、牛耳ってるっていう言い方なのか、それがサクセスなのかわかんないけど、明らかに異常事態だよ。いや、本当にそういうことでしょ。年収1万円と100億円のレベルだよ。極端に言ったら。まあ、俺は現実、100万円、年収100万円と、ちょっと言い過ぎてるから、年収100万円、1人100万円と、俺は、2億とかそういう、もうバーンってなると思うよ。近い将来、20年後とかに。本当にすごい時代来るよ。で、俺はその時代もう避けられないと思ってんの。で、その時に出てくるのが、とんでもない神様みたいな子供来るからね。イエス・キリスト来るよ。俺はそれを待ってるの。俺はそいつを見届けて死にたいの。来るんだよ。100万円と2億、3億とかの超格差社会。年収3億と100万円。で、100万円、年収100万円のやつらがコミューンを作って、貧乏だけど、その殺し合い、奪い合いの世界だけど、そこにイエス・キリストみたいな子供出てくるよ、絶対。で、そいつがいきなり神格化して一気に国取りに来るよ。いや、笑ってるでしょ。俺の予言絶対当たるよ。歴史上全部そうなんだから。それこそ坂本龍馬ってそういう人間だよ。でしょ？脱藩して、姉さん自殺して、証人会議。俺はだから石野にそれを感じてるのよ。冷静に考えてみろよ。27歳のね、男がホームレスなんだよ。で、石野はたまたま配信やってるけど、いっぱいいるんだぞ、20代で。ホームレスなんて。どう思う？
石野は直感で言ってるじゃん。働くってなんすかって。俺騙されてませんかって。搾取でしょって。あいつ頭良くないから、経済のロジックなんかわかんないんだよ。気づいてるんだよあいつは。これって人間がやることじゃないよって、これって人間がやることじゃないよっていう風に言ってるでしょ、だから直感的で正しいと思うよ俺は。来るかもしれないじゃない、間違いなく来るよ、そう思わない、だって冷静に考えてごらん。今の貨幣価値でね、週5時間働いてサービス残業して時給1000円でボーナスがなくてね、月収16万でそこから天引きされて生活保護よりも生活水準下でね、100何時間働いて、それ時給手取り13万とかだよ、子供産めるわけねえだろ両親共働きで。それが今の日本の現状だよ。子供産むか、いやそうそう、食えなくなるんだもん実際。だから暴動は今起こらないよ、だけど近い将来生まれると思うよ。だからどんどん格差が進んで、今度学校行かない子供が出てくんだよ。学校行くんなら働けっつって、俺は本当にやばいと思うよ。もっと労働階級の人をリスペクトしないとダメでしょ。実際今世界でも日本の年収1000万の感覚がニューヨークでは2億らしい。はー、はー、トレーラー暮らしとかぶっ壊れちゃうよな本当に。でもね俺ね、そう、経営者がすごいこと言ったの。あのね、この格差社会って言ってるけど、格差だっていうのは日本から見て格差なんだって。あのね、ベトナムとか中国との田舎の方とかからすると、日本に働きに来るでしょって。中国人の格差、世界中で言ったら格差がどんどんなくなってるんだって。要は日本人が本来今までその中流階級というものを国が担保してたわけじゃん。世界的に見たら頑張ってる人は稼げるようになる。だ、平均化してるんだって、世界基準で考えると。だからそう、国がなくなっていくっていうのも覚えておかないと、一説によって正しいと思う。要はもっと格差だった国の人たちからすると、日本に来て稼げるんだから、だからその今まで保障されてた人ができなくなったっていう時代なんだって。何言ってんだろう俺。いや超金持ちでしょ、日本人に生まれてラッキーでしょ。だって冷静に考えてみたら、生放送やってるだけで食えるやつがいるんだよ。どんだけ豊かだってことでしょ、どんだけ豊かだってことでしょ。だから俺は言いたい、大金持ちの人、俺に投資してくれ、俺に花火をくれ。 Give me, please give me fireworks, please give me fireworks、投資してくれ、余裕のある人。俺はその金をパチンコに使って北朝鮮に送金するから俺に投資してくれ。俺はおそらくその金をパチンコに使って北朝鮮に流れて、テボドンを作る資金になってるんだ。だけどそれは良くないって気づいたから、俺は北朝鮮の送金をやめるためにパチンコをやめたから大丈夫。小賀久美さんいらっしゃい。護送船断方式が一人給料違うようになっちゃったこと、ごめん何言ってるか全然わかんないわ。へし、
飲もう。なんかその俺は宮台真司さんが言ってる格差社会の何が悪いんだよっていうのは俺は正しいと思うよ。宮台真司さんがよく言ってんだけど、格差社会の何が悪いんだよっつって。あ、格差社会じゃない。ごめん、宮台さんそんなこと言ってない。なんだっけ、階級社会の何が悪いんだよっていう。昔は年収300万500円平均。俺階級社会戻すべきだと思うよ、本当に。だって金持ちのさ、あれもやめちゃったじゃん。お金持ちの、なんだっけ？のんちゃん、綿棒どこやった？あった。お金持ちの長者番付もやめちゃったじゃん。金稼いで名声得られなくなっちゃったんだもん。金持ちが悪いみたいになってるもんね。よくわかんねえよな。ああ、いや、そういうふうにこれからなるってことかな。まだそこまでひどくはないけど。これからそうな、20年以内にそうなるっていう話をしたの、小涌組さん。20年以内にそうなるって。今だから200万以下が増えてるわけでしょ？ 200 万と1000万の幅でしょ？それがもっと広がるっていう話。超極端に分かれるんじゃねえかっていう。と思うよ。ビットコイン上がったかな。ああ、美容師、妹が働いてたけど、超ハードで、時間外労働で、2、3年は、3時間とか平気でサービス残業やんの。研修だっつって。髪の毛夜切るんだよ。13時間働いて、給料、月収8万どころじゃないよ。ああ、まあ、月収8万よりもらってるけど、もう本当にそういう世界よ。12万とか。まあ美容室はね、作りすぎたんだけどね、一時期コンビニより多くなってる時代があったから。妹はそれで辞めちゃったよね。もうだって美容師なんか激戦区だもん。だって髪の毛そんな切るところ増やしてどうすんだよって話でしょ。だからもう官僚がバカになってるんだよ。わけわかんない。もう要は作れなくなってんだよ、国の仕組みを。官僚が。仕事がねえんだよ。あとイラストレーターもそうなんだよ。国策でそういうの増やしたんだけど、イラストレーターも食い破れてる。手荒れすごいよ。だから妹もボロボロだよ、血だらけ、割れて。で、そのゴム手袋はめて、パーマと、最初パーマとかやるのよ、カラーとか。ボロボロだよ、シャンプーと。最初は洗いでしょ。バキバキに割れて。病院行けっつって、病院行ってもう、これもうやめるしかないっつって。でもやめたくないっつって。もうほんとケロイド状態よ、アトピーで。もう薬剤の強さで。でもうやめたよ。すごいよ。妖怪みたいに手になるよ、本当に。妹そうだったもん。もう割れるところ全部ぱっかり割れてんの、深い傷で。でもやめらんなくて、ゴム手袋つけさせてもらえよっつっても、そういう世界じゃないっつって。そんなことやったら降ろされるっつって。
ああ、もうベーシックインカムしかねえよ。本当に。もうないよ。思わない。もうないよ、本当に。そう、働いたら負けとっていう理論じゃなくて、もう国民がどん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 疲弊しちゃうよ、このままじゃ。で、ベーシックインカムにして、もうちゃんと稼いでる人に特権階級にして、ちゃんとリスペクトされるようにするべきなんだよ。敬われるように。だから会社から法人税踏んだくってた時の方が日本良かったじゃん。政府姿勢での対応どうかな。やり方はだからいろいろあるけどね。政府死刑っていうやり方もあるし。いや、だってさ、この先さ、外国人労働者とさ、コンピューターがもう仕事をどんどん奪っていくの確定なんだもん。だって、コンビニのレジだって食券で終わりじゃん。レジいらないのももう分かってることじゃん、経営者は。正直、なんか変な話だけど、マクドナルドとかも作れちゃうわけじゃん、機械が。人間よりうまく、ロスもなく、エラーもなく。難しいよね。こういう時代のでっかい転換期に起こる問題だから。多分、あれでしょ？工業革命の時もこんな感じだったんだと思うよ。いや、無人、だって、その万引きのコストとか考えても、多分人件費より安いでしょ。例えばコンビニエンスストアって3人ぐらいで働いてるんでしょ？で、3人が3勤、交代24時間3勤ってことは9人なんだよ、1日のコスト。で、1人8000円払うとしよう。8区？ 48？ 8、え？ 8、8000円の7、あ、区に、8、区80、7万2000円かかるのよ。7万2000円かける、30日は？ 3、210万でしょ？1ヶ月に210万万引きされるか？だったら無人のコストがいいってなるでしょ？でしょ？じゃあ経営者だったら、古賀久美さんね、俺が言ってるのは万引きを許容範囲で捉えて無人の店舗の方が儲かるじゃなくて、経営者がね、無人の店舗をやって、一方は210万かかって9人がかかると。無人にして万引きが210万かかるかかからないかテストしないっていう、そういう話。1ヶ月の人件費のコストを無人にすることによって、もし仮に、10万円しか万引きをされなかったと仮にしましょう。200万浮くんだよ、利益率が。1店舗につき1ヶ月。で、それが1万店舗セブンイレブンだったらあるの。200万かける1万、200、仮に200万だとして1万店舗って算出したときに、あなたが経営者だったら、株主だったら、どっち、利益率これくらい上がってどれだけ株主還元されますよっていう、経済のロジックで言ったら負けちゃうんだよ。っていうこと、古賀君さん、俺が言ってんの。小組さんがセブンイレブンのオーナーでとかアマゾンのオーナーでって考えたので、どっちを選択するっていう話で。陳列だっけ？なんて言うんだっけ？棚卸しだっけ？いや、あれも機械で全自動化できると思うよ。やろうと思ったら。ああ、そうなんだ。万引きは絶対できない仕組みだね。じゃあ、まあ200万丸々浮くって仕組みだ。
じゃあ棚に入れる人材だけ入れりゃいいんだ。もしくはそれも全自動化すればいい。違うよ、こがくみさん誤解してるかもしれないけど、俺はそうすべきって言ってるわけじゃないからね。それは抗えないことだっていう論者だよ、俺は。悲しいけど受け入れなきゃって言ってんの。人工知能は中間管理職の仕事を奪うらしい。中間管理職の仕事を奪う。まだそこまで見えないかな。ていうか、末端の人間がいなくなった瞬間に中間管理職いらなくなるからな。人間の管理が必要なくなるから。まあまあ、でもほら、そうなんだ。ほうほうほう。今後残る仕事は風俗嬢、キャバ嬢。こういう配信業みたいな。要は人と人とがつながる寂しさを紛らわせるビジネス。あと、その人間が本能的に持ってるもの。だから接客業とか、要は人との会話をする人とかね。そう、コミュニケーションする人。あと、医者とか。まださすがにロボットにはやらせないと思あと、まあもちろんプログラマーが一番重要あるね。そう、機械を操作できる人とか、バグが起きた時に解消する人とか、修理師みたいな仕事。コンピューターを管理する人間とプログラム書く人間だね。エンジニア系だね。まあなくならないよね。しばらく、まあ、俺らが生きてる間にはなくならない。でも俺らなんかそれの先駆けじゃん。一日中ネット放送を見てネットで仕事してるわけじゃん。でしょ。もうこれクラウドでしょ。クラウドっつうかデータベースでしょ。データだけの付き合いじゃん。生身でやってないじゃん。俺はだから生身が恋しくてオフ会とかやってたけど。これずっと俺らは毎日ずっと何時間も顔合わせてんだから。これクラウドだよ。だってレイヤー構造でこんなことできんだから、こうやってパッつって。これクラウドでしょ。データベースでしょ。だから大道芸人のインターネットバージョンみたいなもんでしょ、これ。まあキャバ嬢もアイドルもいれば、それが一流なのか二流なのかって問題はさっき、ホストもいるじゃん。疑似恋愛ができる彼氏ってことでしょ？彼女ってことでしょ？疑似恋愛の、疑似友達でもあるわけでしょ？疑似親子でもあるし。だから想像を絶する世界はもう始まってるよ。だって普通に働いてアルバイトやるよりも俺の方が稼げてるんだもん。でしょ？だから歯車が壊れてんだよ。YouTuber が3億稼げるっていうのは絶対おかしいじゃん。でもそれは現実起きてる問題だと思うよ。違うのかな。だって YouTube やってて一発当たったらどれだけ儲かるか、俺 YouTube やってるから分かるの。ヒカキンのヤバさは、その動画のストックだけで著作権的に稼げるんだぜ。もっと、だからネットの情報もっと良くなるよ。もっとプロっぽくなっていくと思う。レッドホットチリペッパーズの1曲の再生回数とかすごいもん。ずーっと多分100年後も聞かれるんだよ。ずーっと入ってくるんだよ。やべえよ。
切ないよ。いやだからスタンドアローンコンプレックス、ちょっと違う話だけど、俺は司郎正宗の天才的なところは、そのインターネットが普及してつながればつながるほど孤独になってくっていう、そのものが避けられないっていうところが俺は最大の予言だと思うよ。すごくない？ネットがまだ普及どころかなかった頃にそれを書いてるんだよ。人々がつながって電子化されて、ね、疑似空間、要は現実空間にレイヤー構造が張られて、誰にでもアクセスできて、で、つながればつながるほど孤独になっていくんだよ。ああ、過疎時代から見てた YouTuber が若干羽振り良くなって、それ YouTuber って例えてるけど俺のことなんじゃないの？ それ配信者で和道っていう名前じゃないの？大丈夫？妄想じゃなかったね。電子脳は俺はちょっとね、まだ現実的じゃないと思う。チップを埋め込むぐらいだったらまだわかるけど、脳をいじるのはリスクがありすぎるから、まだそこまでいかないと思うけど、ただ、Google グラスがそれに一番近かったって思ってんの。で、Google グラスはやめちゃったんだけど、VR がそれに近い。要はね、俺は配信者やってるから、マウント型 VR。要は映像をこうやってはめ込むのよ。で、ヘッドホンをつけると一体型ね。で、それだけだと受け取る装置だから、うわーすごいってやってるけど、ここにカメラがついてごらん。ここに2つ。わかる？ここにカメラがついてる VR のヘッドホンつけてごらん。電脳化でしょ？そこにパソコンと同じスペック搭載してみ。配信を全部視点で全部できるんだよ。自分の顔をスノーとかでごまかさなくていいんだよ。光を当てなくていいんだよ。可愛い女の子のアバター使えばいいんだよ。あ、そういうのあるんだ。だからみんなが俺は、なんつうの、そういう VR マウント型ヘッドフォンのパソコンみたいなのが次流行るデバイスだと思う。要は iPhone 超えるんだよ。手が自由に使えるの。で、あとは脳波でどこまで読み取るかだよ。タイピングとかがいらなくなる。脳波をどうやって読むか。それが次のデバイスでしょ。そのスマートフォンを超えるデバイスでしょ。まあ多分 Google あたりがやってるんでしょ。そのテストモデルが俺は Google グラスだったと思ってんの。まあ早すぎたんだろうな。あ、まあまあ、それはまあ、多分録画をするとかそういうのとか、あとね、ぶつからないようにとか。いうあれだと思うけど それは高架機動隊の話ね。古賀久美さんの言ってるのは高架機動隊の話。こういう話でもないね。
まあ、小学美さんが好きな話で受け取っていいよ。おかえり、妹さん。おかえり。うわ。俺は Google グラスは脳波を読み取ると思ってるけどね。高架機動隊はそうだね。そういう世界観だね。あれは頭が良すぎるんだよ。読者よりも作者が頭がいいっていう、稀有な例なんだよ。大体読者の方が頭いいんだよ、SF って。だけど、読者よりも頭がいいやつが漫画描いちゃったっていう、珍しい事例なんだよ。説明はめちゃめちゃあるよ。高架機動隊読んでたらわかる。アニメ版の方はないけど、原作の漫画版はすげえ注釈多いの。だから、押井守降格のこと言ってんだろうね、多分古賀久美さんは。俺ね、草薙素子は男だと思うんだよね、あれ。多分。俺はね、結構その線あると思ってんの。あれ多分ね、原作ね、草薙素子男だよ。これは俺の想像ね。本当に男かどうかっていう話じゃなくて、その漫画を読んだ感想ね。あれ余裕で昭和じゃなかった？ 92 年とかじゃなかったっけ？ 89 年だっけ？攻殻機動隊って。ちょっと待って。いや、だからネットなんか全然なかったよ。で、電脳化とか言ってんだよ。攻殻機動隊、攻殻機動隊どれくらいだっけ？データセンター？それわかんないな。ちょっと攻殻機動隊漫画版どれだ、原作。あれ、漫画がない。イノセンス、攻殻機動隊、アライズ。え、どこだ？攻殻機動隊。テレビアニメ、漫画、コミック。実写映画、コミック版、スタンダードアローンコンプレックス。あれ？どこだ？あれ、なくなってるのはウィキペディア。キセルさんいらっしゃい。 あれ、攻殻機動隊、あれどこだ。クロスオーバー、パチンコスロット、実写映画、テレビアニメ、コミック版、原作漫画、これだ。1991年10月発売だね。1991年、あ、俺の6年後、平成か。6年後だから、昭和60年。あれ？あ、平成2年とかな。平成元年か。まあ、平成元年にあれを出版したっていうのはすごいよな。
天才だよね。天才。もう寝るか。寝よっか。眠い。寝よ。明日も配信できますように。給与ありがとうございます。匿名さん花火ありがとうございます。ありがとう、助かります。ありがとう、ありがとうございます。嬉しいっす。食わせてくれてありがとう。頑張ろう、頑張ろう。顔赤くなんねえの、なんでなんだろうな。どんどん色が白くなってくんだよな。本当はさ、あの顔が赤くならない人って酒飲むの体質的にダメなはずなんだよね。確かそうだよね。何かが生成されてないはずなんだよね、確か。だからね、これだけ4杯飲んでね、顔が赤くならないのは結構まずいなと思って、体質的に顔が合わないんだ。そう、青くなって倒れたことはないけど、毎日のように剣に叩かれてた時、知らない。そうなの、ケンさんっていう人、俺のこと叩いてたの。いや、今初めて知った。俺ケンさんの放送見ないから。へえ、そうなんだ。しゃあがった、女の子はアルコール耐性が初めからあるんだ。でも男の人って飲みすぎるとエッチできなくなるけど、女の人は関係ないらしいもんね。赤くなる人は分解酵素がないんだ。逆か。俺あんまりね、人の放送見ないからね、わかんないんだよね。そう、叩かれてる叩かれてない。で、ケンさんの放送ってほら、ホスト配信だから、引退詐欺でぶった、そうなんだ。まあまあまあ、いいんじゃない？見てくれてるでしょ、俺の放送。初めて知った、今。you
あ、よく行ってるんだ。まあ、関わりないかな。まあ、わかんないな、俺は。よく行ってるんだ。よくぶったたいてんだ。アイラもネタにしてる。まあいいんじゃん。よくやるんだよ、配信者が他人叩くの。自分が炎上しないように矛先を変えるの。ネタがないんでしょ。ケンがね、アイラ嫌いらしい。はあ。まあ。いいんじゃない。ブロッコリー大佐さんいらっしゃい。もう終わりですけど、楽しんでってください。ごちそうさまでした。楽しかったです。ごちそうさまです。僕は酔っ払ったんで寝ます。もう、まあ俺はあんまり人の悪口言うの好きじゃねえから、まあ言われて気分がいいか悪いかって言ったら気分は良くないけど、まあ人の配信見ないさ。まあしょうがないっしょ。まあそれを見てね、印象操作しようが、俺のことそれで嫌いって言ってフォロワーが減るんならしょうがない。それまでの関係だったと思うし、だってそのちゃんと見てるか見てないか分かるはずだもん、俺のリスナーさんだったら。で、ケンさんの言う方が、和道のこと好きだったけど、ケンさんの言うことで目が覚めましたって言うんだったら、それまでのリスナーだと思うしさ。最初から縁がなかったってことでしょ。人にどうこう言われて印象変えるような浅い付き合いを俺、リスナーさんとしたくないからさ。まあ、しょうがないよ。まあ、叩かれるのも、ね、こういう商売やってんだから。別に俺はイエス・キリストでもなければ神様でもねえから、全部正しいことできないもいや、そうでしょ。全人類に好かれることなんかできないよ。キリストだってゴルゴダの丘で殺されたし、ジョン・レノンですらファンに撃たれたんだもん。アンチがいない世界なんて俺は考えらんねえわ。よくわかんねえ。じゃあ、おやすみなさい。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。